皆さんこんにちは。今日はルームツアーをしようと思います。この家に引っ越してきてもう1年ぐらい経とうとしてるんですけど、もっと早くルームツアーしたかったんですが、1年間仕事がバタバタしたりとか、あとはなかなかその家具を見に行ったりすることができなくて、まだこのリビングルーム完成ではないんですけれども、もうすぐ引っ越しシーズンでもありますし、皆さんからも結構リクエスト多くいただいていたので、私たちが買った家具だったりとか雑貨を一通り紹介していきたいと思います。で、今日は彼も一緒に家具を選んでるので、彼と一緒にルームツアーしていきたいと思います。それではスタートです。このお家は 1LDK の賃貸です。ここのリビングルームが22から24畳ぐらい、結構広くって、くつろぎのスペースとか、ダイニングスペースとか作業部屋とか、結構ここの部屋で一日の大半を過ごしてます。私たちは結構家具は彼がセレクトっていうか見つけたりしてきて、小物が私みたいな感じで構成してるよね。なので結構こう2人の好きなものが融合した部屋になってます。じゃあまずは主役となる家具から紹介していこうと思います。うちのリビングでメインとなってる家具はこのリンロゼのロゼ統合です。これが、ロゼ統合の一人掛けタイプ、こちらがコーナータイプ、あとは最近、追加したパフです。これ良かったね。そう、これすごく良くて、あぐらかいて座ったりとかしたりとかね、ラフに座れるし、こう一人掛けを座った時に足伸ばせるし、あとはこういう風に近づけたら、女の子だったら寝れちゃうから。これはね、寝てしまうんですよね。そう、これ結構寝ちゃうんですよね。ロゼ統合って形が結構キャッチーな形だから、色で遊んでも楽しいよねっていうことで、ちょっとこうモスグリーンみたいな色と、結構インスタグラムで海外のインテリアアカウントの方がリンロゼ結構お家に置いてるんですけど、こう色を変えて遊んでる方が多くて、なので私たちもこのコーナータイプは同系色で濃いものを選んで、パフは一人掛けとセットにしたかったので同じ色にしました。あとリンロゼ結構いいなって思うのが、私たちのこの生地はそう、ウルトラスウェードは傷とか水に強いので、一時期ね、猫ちゃん預かってた時があるんですけど、全然傷とかつかなかったね。すごい綺麗に保ってて、生地の張り替えもできるので、引っ越しのタイミングとかでもしかしたら私たちも色をこうガラッと変えるかもしれないです。はい。で、ソファーに合わせて購入したのがイサムノグチのコーヒーテーブルです。なんかリンロゼにこのガラスのテーブルを置くと結構合うよね。あとこの足の部分は黒にしてちょっとグッと色を締めました。で、上に置いてるのが、これはフィンランドで買った、イッタラのアールトベース。テーブルの上にバームとかイソップのルームスプレーと、ハンドクリーム、あとはリップバームとか、あとはリンパ流すものとか、ちょっとこうソファーの上でセルフケアしたい時用のやつを置いてます。で、この入れ物がケアで買いました。ここはくつろぎのスペースなので、仕事を忘れて映画見たり音楽鑑賞したりってい こうくつろぎのスペースっていう風に作ってるので、細かく紹介していくと、これが USM のテレビボードの白かな、ホワイトです。で、この中には基本何も入れてないっていうか、見せたくないコード類とかを入れてます。本当は USM ボードは一面が良かったんでしょ、あなたは。あ、そう、だからなんか将来的には四方八方を USM ボードに囲まれたいっていうのが一応目標ではある。 USM ボードはカスタムができるので、壁一面にこう全部 USM こう組んでって、その間にこうテレビとか置いたりとかそうしたいんですけど、今ちょっと予算的にも、あとはここに住むぞって長く決めない限り、そうちょっと買えないよねって話になって、一番使いやすいタイプのテレビボードを使ってます。いずれ買うと思います。頑張ってね、お仕事を。で、これがエコースタジオで、これは本当音響がすごくいいから、ここで映画見たりするときとかに使ってます。このスピーカー良かったね。うん、これすごい、本当なんか全然違うよね。ネットフリックスの質がめっちゃ、そうそう。あとはこれが、ソニーのレコードプレイヤー、ここにレコードいくつか置いてて、
最近あんまりレコード見に行けてないけど、あのサマーが欲しいよな。久石譲ね。あ、久石譲のサマー。どこに売ってるか分かる方ぜひ教えてほしいですね。ずっと探してるんだけど、あの売り切れてないです。ま、あのうち結構あの模様替えすごいするので、あの今ここにあるだけなんですけど、このテレビの横に今置いてるのがノルのワシリチェア。このなんか皮がさ、だんだんあのたゆんでくるよね。このだんだん皮になんかツヤが出て、まあ、経年変化を楽しみながら、まあ、育てていってる状態よね。やっぱりなんかおじいちゃんになってさ、新品の椅子に座ってるよりもさ、なんかあのちょっとわかるよ、味が出た椅子に座りたいということで、それを今30歳から育ててる状態です。でもすごくかっこいいと思いますね。これはあの武骨さがあるから、結構カラフルなこういうのを置いてもちょっとストリート感が出るというか。その横に、置いてるのが、これがあの IKEA のなんかのブランドとコラボしてたかなんかで、ちょっとそう、なんか画像で見たらすごいかっこよくて、あ、このワシリチェアに合わせようと思って買ったんだけど、ちょっとね、あのボヨンボヨンするし、あの写真で見るよりかはちょっとチャッチさがあるというか。でもこれはあの角度調整も容易にできますし、なんかここの下で本とか読む時とか結構雰囲気出るので、お手頃な価格だったし、まあ満足してます。はい、このくつろぎのスペースはこんな感じですね。でその横、これはアクメファニチャーで購入した鏡です。床に置いてるのが、あ、そう、この壁紙貼られてるんですけど、この奥がコンクリートなので壁にあの絵とか飾れないんですよね、全然。だからもう大きい絵とか今もう床に置くしかなくてまあいつかは飾りたいなと思って今置いてるんですけど、これがこれ有名だよね、この絵すごいよく見るんだけど、でもこれはレプリカ。そう、オンラインで買ったものにアマゾンで買ったフレームを入れてます。でこういうフレームは黒にしてちょっと色を締めてますね。はい、額縁は。であとこれ私が描いた絵で、あとここが、私の花瓶、使ってない花瓶コレクションなんですけど、ムーミンのこの可愛い花瓶はアーバンアウトフィッターズ、これがパートオブネイチャーで、あとのこの4つは全部あのお母さんとおばあちゃんにもらったやつです。そしてこの鏡の前のスペースにこのラグ今敷いてて、このラグもアクメファニチャーで購入しました。最近ちょっとここであのランニングとか2人で行った後にこのマット敷いて筋トレしたり、あと腰痛いのでここで腰をいたわったり、この時期ここ結構ポカポカなので日向ぼっこするため用にラグはここにいます。でそしてこれね、全然演奏できないから、そう、これはカホンっていう楽器なんですけど、サッカーの応援の時しか使ってないから、彼がスポーツ観戦用、そう、スポーツ観戦用のカホンちょっと軽く物を置いてますね、使ってない時。これがアンドトラディションのライト、これが、ソニーのスピーカーです。でそしてこれは、空気清浄機と、あとなんだっけ、あれもあるね、空気清浄機とサーキュレーターの一体型の商品。あ、そう、これ台湾で購入したポスターに額縁アマゾンで買ったものを入れてます。これはなんかちょっと磁石でどうにかつけてるんですけど、こっちのスペースですね。こっちのスペースは、まあ、ダイニングテーブルとかウォールシェルフとかあって、ちょっとこう好きなものをいっぱい詰め込んでる、スペースになります。でここに今一気に観葉植物を今置いてて、観葉植物は人花っていうオンラインショップで購入したんですよ、こう大きい観葉植物は。でこれが元気が良すぎて、何回も何回も何回も鉢植えして、もう今こんなに大きくあとはアマゾンとかでも意外と買ったりしてますね。そう、結構ネットで観葉植物買うことが多いです。ここはガーデニングスペースみたいになってて、あの霧吹きとかじょうろとか、あとこの下のところにこう切るもの置いてます。このコーヒーテーブルはシャークアタックランドっていうあのヴィンテージ家具屋さんのところで購入しました。あとここにこっそり置いてる置物は、セロテアンティーク。おお、よく出たねそう、観葉植物をこういう風にこう高さ出すと
またちょっとこう部屋に立体感が出るんですけど、これは IKEA です。でそしてこここのねディアウォール、このライト照明って結構序盤に買ってて、壁がさ、そのさっきも言ったけどコンクリっていうこと知らなくて、そうそうそう、なんかまあさせるっしょって思ったら、もうびくともしない壁でさ、そうそう、このちょっとダサいんですけど、もう板にライトをつけてるんですけど、いやこれがイデア代官山っていうあの椅子と照明をいっぱい売ってるところで購入したんですけど、あのそこ結構あのお手頃にこういう照明とか買えるのでおすすめです。ダイニングテーブルですね。これは、目黒のヴィンテージ家具屋さんで購入したあのカイ・クリスチャンセンのテーブルです。1960年代に作られたもの。このテーブルはすっごくかっこよくて、もう一目惚れしちゃって、高かったからね、ちょっとねヴィンテージ家具はやっぱりさ高価なものが多いから、でもすごく状態が良すぎてあの結構高価だったんですよ。だけどちょっと諦めきれずに次の日購入しに行きました。一旦悩んでね。そう、でもこれはね、今これ円卓なんですけど、このテーブルをこう伸ばして間にこう板を挟むと8人卓ぐらいまでなる。そう、あとここの足の部分がこう外れるので引っ越ししやすいっていうところもすごく気に入ってます。で、上には、これは台湾で購入した花瓶と私のブランドのキャンドルとイッタラのキャンドルホルダー置いてます。このダイニングテーブルに合わせて購入したのがこの照明なんですけど、目黒のフィルムヴィンテージで購入しました。これも1960年代のオランダ製のものです。そして、椅子ですね。今ここにチェスカチェアが2脚と、ここにワイチェア1つと、ここにもう1個ワイチェアって、もうね椅子はこういろんなところに気分で点在させてるんですけど、全部違うよね色が。チェスカチェアとワイチェアなんですけど、もう色統一してなくって、まあ、本来であればこう全部同じ椅子にした方がかっこいいなっていうのもあるんですけど、私たちは好きな椅子を置こうっていう感じで好きにやってるので、ここの座面の部分だけナチュラルカラーで揃えてるので、まあ、そこだけ統一感を出しています。はい、で細かく説明すると、これが黒、チェスカチェアの黒、ここがナチュラル、これがホーリーホック、これ2022年の4月の限定カラーです。これねちょっと自分でタフティングスタジオで作った、まあ、ラグを置いてます。このアイディア素晴らしかったよね。そう、あのラグを作り体験に行こうって思った時に、何作ろうって思って2人で話してたら、彼がワイチェアのこの上のマット作ったらいいんじゃないって言われて、さすがでしたね。彼のアイディアなんだけど、本当可愛くない？そう、ちょっと遊び心があるし、こう椅子の上に何か置いたりすることあるじゃない、こうインテリアとして、その時にこうこの椅子をね、椅子自体を守るため、これはいいアイディア、皆さん真似してください。でもう一個こちら、でこれがソフトグレーというカラーです。これもラグを引いてます。シュプリームの金魚鉢を花瓶として今お花を挿してるんですけど、お花をたくさん置きたいので、日比谷花壇系列の花の日っていうお花の定額制アプリに入ってて、それでこうお部屋の中をお花でいっぱいにしてます。でそしてこちら、飾り棚が欲しくっていろいろ探したんですよ。この家が、まあ、年代物の部屋じゃないですか。だからその規格がね、今のスタンダードの基準で作られてないわけよ。古い家だからね。だからここに合わせて家具揃えちゃうと、多分新しい家に引っ越した時になんか合わないんじゃないかっていう恐怖感のもと、ちょっと今購入を渋ってる。そう、購入を渋って、本当はねこういう棚がいいなとかいろんな欲しいものがあったんですけど、ちょっとやめて、あの板を置いて突っ張り棒みたくして、あとはこの自分たちでこう打ってるんですけど、結構歪んでるし、あの色も塗ってみたんですけど、こっちは塗ってるのにここは塗ってないとか、この端っことか塗ってないから見ちゃダメだし、まあでも私今キャンドルをブランドで発売したりとかするから、自分の試作のキャンドルだったりとか、他のブランドの、まあ、持ってるものとか置いたりとか、そういう細々したものを置くスペースがどうしても欲しくって、でそれで、作ったものです。上の段は彼のスペースなの。俺のスペースなのか。そう、あのね、やっぱ全部を私のものにするとちょっと女の子っぽくなっちゃうから、あえて一番上の段に彼の好きなものを置いてもらってます。まずは、あ、これは私が置いてるんだけど全然俺のじゃないじゃん。これは私の観葉植物を置いてて、これがワイングラスね。ちょっと可愛い柄のワインがあったらこうやって飾っていいねってやったりとか、あとはムーミンのガチャガチャで引いたもの、
ちょっと男の子っぽいレゴとか、観葉植物の鉢の中にアポテーケのお香を入れてます。これはアマゾンで購入した観葉植物、バイレードのキャンドルと、テゴトっていう日本のブランドの手作りのモビールで、これがハワイで買ったキャンドルと、ガチャガチャで引いたムーミン、こういうの全部彼がねこうやってこっそり置いてたりして可愛いので、次、まあ、2段目はお香とか、あと自分のブランドの商品を置くっていうあの棚なんですけど、ここが、パロサントの視聴者の方にもらったやつとかもあったりとかして、あとはハワイで買ったキャンドル、あとこれ結構聞かれるんだけど、お香の受け皿はフライングタイガー、これのお香立てがダムダム、これもねワンちゃんのお香立てなんですけど、これは台湾で買いました。観葉植物の入れ物でちょっと使わなくなったやつは、あの使ったマッチとかお香の灰入れてます。でそしてここにはダムダムのお香で、そしてこれが粉状のお香、ヒノキ香りと、あとこれは漢方のキャンドルです。これは台湾で買いました。 IKEA のクリスマスコレクションの時に発売されてた、なんだろうねこれ、キャンドルケースみたいな、でこれにあの自分のブランドの商品、出来上がったものをこう入れていきたいなと思って、まあ、いくつか購入してて、種類が増えたらこの中に入れてディスプレイしたいなと思ってます。でこれがオールグッドフラワーズで購入したデスポッツの花瓶、あとこれが TWG で購入した南部デッキで、3段目、もうねキャンドルをもういっぱい持ってるんで、キャンドルスペースですね。これが台湾で購入したメモリーレーンっていうところ の, あのキャンドルウォーマー、 IKEA の入れ物に入れてるミニキャンドルと、あとは、他のブランドさんのとか自分の試作の、キャンドル、これはハワイで購入したこうキャンドル、スナッファーとかです。これは代官山ツタヤで購入したムーミンの原画集、これも超気に入り、あとこれがハワイのアットドーンオアフで購入したカゴバッグの中にスティックキャンドルで、一番気に入ってるのがこのアーバンアウトフィッターズで購入した灯したら中からいろんな色が出てくるキャンドルが気に入ってます。あと一番キャンドルで気に入ってるのはこのロエベとジブリのコラボのキャンドルですね。可愛すぎてつけれてません。あとこのキャンドルスタンド、フライングタイガーで購入しました。フライングタイガー結構こういうね可愛いのあるんで要チェックです。こうやっていろんなものを置いてるのにごちゃごちゃしないコツみたいな聞かれるんですけど、まあコツはないんですけど、まあ、ごちゃごちゃしてるし、でも一個だけちょっと気を使ってるのが、これ見たらわかると思うんですけど、あのよく海外のインテリアとかでアートブックをこう重ねてね、その上に物を置いたりとかしてかっこよくディスプレイしたりすることあるじゃないですか。でもそういうかっこいいアートブックってなかなか手に入らないっていうか、なかなかコレクトできないじゃない。高いんですよ、アートブックって。すごく一冊一冊がそんなかっこいいおしゃれなやつ見つけれないよねってなって、アートブックもどき、その本になってない、そのディスプレイ用のやつもあるんだけど、なんかちょっと違うなってなって、だったらなんか、まあ、持ってる本を背表紙を後ろに向ける、そう背表紙を後ろに向けて置いてるんですよ全部。そうするとなんか逆に色も抑えられるし、あのガチャガチャしてるところを抑えようと工夫しています。一生懸命、それでもガチャガチャしてます。じゃあ次ですね、こちら側のスペース、これがなんかもう多分リノベされてて、ここ本当は押し入れだったんじゃないかなって思うんですけど、そうちょっと奥まったスペースがあって、そこを2人の仕事場にしてます。これがデスクスペースです。このデスクはいただいたものなんですけど、昇降デスクです。そうこの昇降デスクはスリムだしシンプルなデザインですごく気に入ってて、昇降デスク使わないかなと思ったんですけど、やっぱもうあの座ってる時きつくなったら立って編集とかしてて結構便利です。椅子はこれ伊藤木のデスクチェア使っているんですけど、シンプルで見た目可愛いし、この机に合ってるし、すっごい気に入ってるんですけれども、もうあの腰が痛くて毎日 2,3 時間なんか座って作業するぐらいだったらちょうどいい椅子だと思うんですけど、でもちょっと長時間デスク作業する人はちょっとこれはあんまりおすすめしない。もう新しい椅子を今注文してます。明日届きます。はい、またデスクツアーどっかでしたいなと思ってます。でそしてこちら、ここはねあんまり映したくないスペースなんだけど、でももう仕事のものとか全部置いてるんですけど、このボックスが
ニトリで購入したかな、オンラインで購入しました。まあ、ここは見せるスペースじゃないので、あの仕事の領収書とか本とか、まあ、あと細々したあの絵の具とかを入れてたりして、でこの上はちょっとこうごちゃごちゃっと木にディスプレイしてて、あの自分で描いた絵とかこうフィルムカメラ置いたりとか、絵ぬいぐるみ置いたりとか、あとはここにハンドクリームいっぱい置いてて、あとはパワーストーンとか、あのパートオブネイチャーで購入した花瓶、結構お気に入りです。これはコルト&ソネチカだったかなのヴィンテージでショップで購入したライトです。これすごいお気に入り。次はキッチンスペースですね。で今ここにワイチェアの上に置いてるのが、混乱ショップで購入した大きい花瓶に枝物を挿してます。大きい花瓶結構ね、あのインテリアの主役になるのでおすすめです。で、このキッチン引っ越したままあんまり何もしてなくって、でもあのこれをね買ったのがすごい良かったなと思ってて、これがIKEA のカウンターテーブルなんですけど、これが結構大活躍してて、裏側には2段こう棚があるから、ここにこまごましたもの入れるし、でもこっち側は空いてるのでカウンターテーブルってなってて、すごく便利です。カウンターテーブルに置いてるこのスツールはシボネのものです。これすごくお気に入り、場所も取らないしスタイリッシュだし、カウンターテーブルの上のライトは M 印です。そしてすごいセールで購入しました。あの特に照明とか目立つところは割と黒で、あの色を統一してるので一応いろんな色にならないように私がねカラフルが大好きだから、もういろんな色で ごちゃごちゃしちゃうんですけど、気をつけてますよかね。そう、一応色たまに統一してますよってとこで黒、照明は結構黒です。はい、あんまり見せてないスペースなんですけど、ここのちょうど四角になる部分にあのこの棚を彼が作りました。このぴったりサイズのね、ここに置くにはもう作るしかないということで、あのここにお茶とか、あとはオートミールとかお酒とかシリアルとか、もう下はもうぐちゃぐちゃってしてるんであんま見せたくないんですけど、まあ生活に必要なものをさっと取れるようにしています。であとこっち、もう何もしてないですね。本当はここにタイルを貼りたかったんですけど失敗して、混乱ショップの花瓶を置いてお花置いたりとか、換気扇の下のとこにダイソーのマグネットフックを引っ掛けて、そこにこういろいろ置くことで、まあなんかそれっぽい感を出している。よく見るやつね。そう、それでもこういうね、これはあのナミさんっていうアメリカに住んでるお友達からもらったこういう可愛いさ鍋つかみとかを置くとちょっとねそれっぽさが出る。はい、ゴミ箱はシンプルフューマン、かっこよくてお気に入りです。であとは見せたくないけど見せる、うちの迷い子ちゃん私いつもケーキとかねクッキー焼いてますけど、どこにオーブン置いてるんだってね思うと思うんだよね。いつも見せてないからあんまり。うちの迷い子ちゃんがここにいます、はい、これ以上で。そう、この大きさのオーブンを置く場所がないんですね。今、まあ、ここにね置いていますそんな感じです。まあ、本当にたくさんリクエスト、ルームツアーのリクエストをいただいていて、でも全然完成してないし、なんか私たちこんな感じでインテリア作ってますっていう風な何かモットーみたいなのもないし、本当に好きなもの、ときめいたものをお互い置いてるみたいな感じのお部屋なので、まあこれから長く使うもの、例えばなんかテーブルもメンテナンスしたらもう何十年も使えるものだし、椅子もどんどんなんか経年変化楽しめるものだし、ソファーとかも本当しっかりしてるから、あの張り替えで何回も何回も使える、本当に最悪手放さないといけないって言った時に、まあ、ちゃんとリセールの価値が残ってるものっていうのがまあ一応基準ではある。大きな家具はそういう風に選んで、まあ、あとは好きなものを置いて、欲しいものあるけど、まあ、ちょっとまだ手が出せないところは、まあ、もう仮設で作ったりとか、まあ、そういう工夫したりとか、まあ、さっきも言ったけど黒でところどころ締めたりとか、まあ、そういうところは工夫しているので、まあ、ちょっとでも何かね、あの皆さんこう引っ越しとかね、新しく家具とか小物とか買うときに何かこう参考になるものがあったらなと思いますし、ここに引っ越してきてから結構ちょこちょこ部屋について動画を出していたので、あの特にリーノゼとかはあの皆さん動画を見て購入してくださったみたいで、新しく導入したパフもあのそれであのちょっといただいたというか、なので本当にありがとうございます。そういう ね、お声をいただけるのが本当に嬉しいです。はい、
まあ、以上が、私たちのこのリビングルームのルームツアーでした。全然未完成ですし、納得いってないところもあるし、でもこれからもっともっとアップデートしていきたいなと思ってるので、また新しく家具が増えたりとか、インテリア変えた時にはまたルームツアーしようかなと思っています。引っ越しシーズンだったりとか、新しくお家を買うとか、そういう方も多くいらっしゃると思うんですけれども、なんか好きなものを置くことで自分の生活がすごく楽しく感じられたりすることもあると思うので、何かそういう部分でも参考になればと思います。そう、概要欄に、今回紹介したものをできる限りリンク貼っておくので、そちらを参考にしてみてください。ありがとうございました。But I don't need them honestly, 'cause I got